時刻8時7分です月曜日のこの時間は健康に関する話題お届けしますえ健康を維持するために必要なことは食事、休息、そして運動です食事の方はですね水曜日に旬の野菜を使ったレシピご紹介をさせていただいているのでそちらの方もぜひお聞きになっていただきたいなと思うんですが月曜日は運動でございます、えー、先週ですね東京都 健康長寿医療センター研究所の青柳俊之さんが推奨する運動量というのをご紹介させていただきました。まあ、それはですね。1日24時間の総歩行数8000歩、そのうち中強度の運動を20分ということでした。で、まあその目安となるようにということで、私自身がですね。歩数計をつけて、今毎日。 過ごしておりますでですねこの1週間ね先週の月曜日から今日までで、えー、一番歩歩数の少なかったた日は2351でしたこれはですね昨日のことなんですけれども昨日はお仕事がなくですねお休みだったんですよ。であのまあもう本当は昼ぐらいまでゆっくり寝ようと思ってたんですけど。 ままああ早く目がが覚めるんでですよねね <laughs> これがねで、まあ、えっとね何時ぐらいだったかな8時半ぐらいにもう起きてちょっとあのー、まあ温かい飲み物飲んだりとかしつつ昨日はですね以前から買ったまま置きっぱなしになっていたあれ何て言ったらいいのカラーボックスっていうんですかねそれをですね自分で作りました2つ。 なんかあの作り上がった時にですね割と思ってたよりは簡単にできたんですけれどもこう一人暮らしが長いと何でも一人でできるようになっていくんだなとちょっと実感しながらそれを作って午前中終わりましたねでちょっとおなかすいたなと思って、えー、週末ですねたけのこご飯炊いたとそれ食べてあでもなんか冷蔵庫なんか何もないかちょっとダメだダメだ買い物行こうかなと思いつつ。 思いつつまたテレビを見たりラジオ聴いたりしてでああだめだなと思って買い物だけ行きました近所の公園を散歩しながら、えー、買い物に出かけで帰ってきて阪神線見ながら、えー、キッチンにちょっと立ちまあ掃除をしそのあとは、えー、ゆっくりお風呂に入りなでしこ線見て。 寝るという <laughs>。なんか自分で紹介してて今すごい悲しい気持ちになんだけど日曜日なんですけど大丈夫ですか充実してますか大丈夫かなこう二週目にして皆さんにすごい変な印象与えてないでしょうか。だそういう過ごし方をするとまあだいたい二千三百歩ぐらいしか歩いてないという状況でしたね。 はい、まあ、でもあのちょっとカラーボックス作ったりとかしたからちょっと力を使ったかなと思いますけど。で対照的に一番多く歩歩いいていた日は、えー、15, 歩ですすごいですよね。すごいもうなんですけどこの日は普通に通常通り朝のハッピーモーニングが終わった後とスタッフと取材に出かけましてそしてまあちょっと。 梅田のあたりをこううろ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 うと歩いて1時間半か2時間ぐらい歩いてたのかなでまぁ、あ、その後ですね夕方家に帰って多分ね歩数計を見た時に8000歩ぐらいには行ってたとは思うんですけどいやちょっと週半ばなんとなく汗も流しとこうかなと思ってこの日はウォーキングもしたんですよはいちょっと乱まじりのウォーキングをしたので15000歩超えという 軽く運動するとね。それぐらいになるということで。8000歩にね。近い日っていうのはやっぱお仕事の後なんだかんだと言って12時間は移動してたりしますね。どこかにこう。例えばショッピングでちょっとうろうろしたりとかやっぱりね。思った以上に歩いてないと8000歩って行かないと思います。はい、まあ,あのただ歩くだけではなくですね。正しい歩き方で歩くとより。 消費カロリーが多くなったりっていうふうにあるんですけれども正しく美しくあることによってメリットやっぱり足の筋肉がバランスよく鍛えられて血行も良くなります代謝もアップしてむくみが解消されたり引き締まった足になるということでで正しくその股関節ね太ももの付け根あたりですけれどもここを動かすと下腹のポッコリ感もちょっと解消できるんですって。 でちゃんと歩くことによってやっぱりあの関節とかにも負担がかかりにくくなるということで膝とか腰の痛みが解消されることもあるんだそうですなかなか難しいと思うんですけどねで自分の歩き方はですね時々あの街の中にありますショーウィンドウとか見てみてくださいチェックしていきますあと靴見てみてみるとやっぱり減ってきますよね長く履いている靴はで靴の外側が減っている時は 脚とかこうちょっとガニ股で歩いてるんですってで逆に内側が減っている人は X 脚で内股に歩いてるということでどっちですか皆さん私見て,て見てましたけどガニ股でした <laughs>、まあ、なるべく正しく歩いてるつもりなんですけどねで靴のつま先が減っている人はあの上がりきってないんですってつま先が。 ちょっと前のめりで歩いてるでかかとがどんどん減ってるっていう人は足を引きずっていてちょっと猫背になっている傾向があるということで左右の靴の減り方が違ったりするとやっぱり重心がどちらかに傾いているなので愛用している靴の減り方でまずは自分がどんなふうに歩いてるのかチェックしてみてくださいさあ正しく美しく歩くためにはですねまずちゃんと立つことから大事なんですって。 背筋を伸ばして顎を軽く引いてまっすぐ前見てくださいお腹とお尻にキュッと力入れてください耳たぶ、肩の付け根、腰、膝、くるぶしこれがですね、一直線状に来るように、まあ、垂直状になるようにするといいんだそうですこれはですね、壁に持たれてみて全部つけてみてください、ちゃんと意外にねあの、私たち今スマートフォンとかよく使っているので 肩から上ですね首が前に出てる人がすごい多いんですよなので壁に背中つけようと思ったら自分が思っている以上に頭を後ろにやらないとつかないという人が多いんですよねで、そうすると体肩が前に入って猫背になってしまうのでもうこの時点で姿勢が正しくないです なので一日何回かちょっとした時にこう壁にパッと当ててみて私もそうなんですけど肩が前に入るとですね肩甲骨の辺りが凝ってしまって体の血の巡りとかも悪くなりますからであとは体が負担かからないように歩くんですけれども膝を上げて歩くあと着地ですね足が地面につく時は足裏の前面がつくように心がけてください特にかかと小指の付け根親指の付け根 この3点が同時に着地できるように、こう簡単に喋ってますけど、結構難しいと思います。はい。私もあのどうしても外側に体重が逃げがちなので、なるべく親指を逆に意識するようにしてます。走ったりする時もそうなんですけど、こうかかとからついて親指で蹴り出していこうっていう風に気をつけてたりしますけどね。でもね、あの少し気をつけるだけで。 随分と変わってくるんですよねやっぱり心がけってすごい大事だなというふうに思います。でやっぱりあのきちっとかかとから着地するようになるとですねあのちゃんと歩けるようになるんですけどあんまり強くその着地を気にしてしまうと膝とか腰とかねいろんなところに負担もかけてくるということもありますのでなんかあのちょっとつまずいたりすることないですか 足がやっぱりね上がりにくくなってきてるんですよなのであ最近ちょっとあれだなと思うとですねちょっと心がけながら歩くようにしてみてくださいはい。あんまりでもあの私も1週間いろいろと考えてしましたけど意識しすぎて一気にしすぎると負担がかかってきますのではい大丈夫ですかゆっくりしてくださいねあとは歩くときはですね手を後ろに 大大きくく振るように歩くことが大事でですす肩甲骨を動かして猫背の予防です私何か教えてもらったのはこう歩く時に例えばこう駆け足のポーズみたいにするじゃないですかそうすると肘を前に腕を出すと思うんじゃなくって肘を後ろに引こうと引くようにして歩くとすごいこう胸の辺りが開いてきて肩甲骨がしっかり開くということなので後ろに後ろに手を振るような感じではい。 してみてくださいあとあれですね腹筋大切です腹筋運動はもちろんするといいんですけれども立ったり座ったりしている時もお腹にちょっとキュッと力を入れるとそれだけで腹筋の効果ってなってくるんだそうですこうやってご紹介をさせていただくということはここから1週間私もまたいろんなことをしないといけないということに <laughs> なってますけどねまあでもあのこうやってコーナーでご紹介できてですね もしかしたら私もちょっとねダイエットできるかもしれないしこれに乗じてですねしっかり頑張っていきたいと思います。あとしっかり動かした後はちょっとあのストレッチなどをしていただくのも大切かと思います。はい、さあ 一週間歩数がどのように変わるんでしょうか。私自身もよくわかりませんが、また来週ご報告もさせていただきたいと思います。さあ、皆さんの健康の秘訣やこっそりされているトレーニングなど健康にまつわるメッセージもお待ちしています。メールは k アットマーク o b c 一三一四ドット c o ドット j p ファックスは大阪零六六五七七零三零一 おはがきは五五二の八五零一ラジオ坂啓元正美のハッピーモーニングまで送ってください。